ダブルビクトリー今日なんて吹き飛ばせ。ということで、挑戦ガイネクスト5パック開封していきたいと思います。昨日と量は変わりませんが、今日はなんか出る気が、まあ、少しあるかな。たださっき今日引きまくったんで、まあとりあえず当てたいですね。まあとりあえずデスゴロス来い。お、爆弾。爆弾弾、ボクバック、タイガ。お、いいね。ホルキ、キルホルマンズですね。結構強いんでね。はい。では、2パック目。連勝ジャンヌスパーク。ニッカ。シークレットの、です。いました。シークレットデスゴロスゴク、やったー。よし。いや、本当にこれ吹き飛ばしたんじゃないかな。はい、残り3パックもあるので、開封していきましょう。いや、もうやばいっしょ、これ。なんだろうね。なんかコメントくださいよ、本当に。もう適当にコメントください。連勝、ゲンジファイヤー。はい、そしてゲンジトリプルクロスベリーレアです。いや、なんという、100万ディエン。やばいっしょ。やばいっしょ、もうやばいっしょ、今日。まずやばいっしょ。アクア潜入員、トリガロイド。おお、クロノパギャラ、しかも。ビクトリー来た後、ツーレア、なんだこの、やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。500万ディエン、しかも。やばい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 。やばい。ラスト。やばいって、これ。マジやばいって。やべえ。金色照明、ニッカ。さすがに最終的にね、ここでモルトとか来たら、もう、ウヘヒャーとか言ったんですけど、はい。いや、もう出なくても別にいいよ。なんだこの強運は。はい、とうとう来ました。ゴーク、魔界王デスゴロスのシークレットです。はい。裏は変わりないですね。でも、表が、ここが緑になったのと、あとここも緑です。で、しかも真ん中には、ゴクっていう、文字が書かれています。これが銀色ですね。クロノパギャラ、昨日も出ましたけど、また今日も出ました。あれ、そしてまた昨日と同じような、熱血竜ゲンジトリプルクロスがまた来てしまいました、同じように。そして100万ディエン、100万ディエン、500万ディエン。昨日2000万ディエン出たんですが、今回は700万ディエンでした。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。よっしゃー。